よくやったさん。第一次遠征隊以来タールベルトより西に行った者はいないだろう。その配送センターも何とか動いてくれている。その西にあるのがエッジノットシティ、西海岸の都市だ。そのどこかにアメリが。そしてサム、結び目はあと一つ。最後のキューピッドを接続しよう。だがそれには軌道アタッチメントが必要だ。カイラル通信がつながれば君たちの帰り道にもなる。だが全てつながればアメリの居場所がヒッグスに見つかってしまう可能性も高くなるだろう。ヒッグスより先にアメリを見つけなければ。まずプライベートルームで準備を整えろ。軌道アタッチメントは受注時に渡す。出発の時その配送端末で受け取るのを忘れるなよ。私が見える。アメリ、聞こえる。サム、ここだ。アメリ、あと一つでこの国を横断する通信網が完成する。アメリカが再び一つになる。私の名前の由来を知ってる？話したかしら。アメリカ大陸を発見したイタリアの探検家、アメリゴ・ベスプッチから来てるの。発見したのはコロンブスじゃ。アメリゴは嘘つきだったの。だからそもそもアメリカは嘘で始まったの。アメリカ、私はビーチにいる。私が生まれた、私とあなただけの。ヒックスに見つけられるはずがない、絶対に。だから安心して、あなたはエッジノットシティにある最後のキューピッドをつないで、シティ内の配送センターにあるプライベートルームで落ち合いましょう。サム、あなたに黙っていたことがある。ずっと嘘をついてたの。あなたの前では仮面をかぶっていた。すべてヒックスが言っていた通り、私は人類を滅ぼすことができる。私は絶滅そのもの。それはどういうことなんだ？私は絶滅を望んではいない。私はこの世界とみんなとつながっていたい、その全てと。サム、だから私を助けて。私を絶滅させないで。あなたをビーチで待って。アメリ、アメリ、避けるため、安全を守るためだ。この軌道アタッチメントは今君がいる配送センターにある。荷物を受け取ってエッジノットまで運んだ。幸いなことにシティ配送センターの機能に今のところ問題はないようだ。荷物を納品すれば自動でカイラル通信のシステム中枢に結合される。さあ、あともう一つ。軌道アタッチメントには個別認証 ID がある。もし紛失してしまったらカイラルプリンターでは複製できない。つまりそれは変わりがない個体だ。配送の途中でなくしたり壊さないようにくれぐれも注意して運ぶんだ。繰り返すが、これが最後の配送になる。分かってるな？頼んだぞ、サム。
受注されました。
Thank you.
か。いや、カイラル物質を洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。通信の結び目に起動アタッチメントを接続します。
ついにやったな、サム。我々のカイラル通信は北米大陸を横断した。この国は再び一つになった。ユナイテッドシティ・オブ・アメリカの誕生だ。今後はたとえどこかの結び目が破壊されたとしても、もうカイラル通信の接続が解除されることはない。カイラル通信は繋がったビーチで全て維持されているからな。そしてサム、我々には最後の任務が残っている。 UCA の新しいリーダーだ。ブリジット・ナギアとこの UCA をリードできるのは彼女しかいない。最後の大統領の娘、アメリカという名を持つアメリ、彼女を何としても救出してほしい。アメリと合流してくれ。カイラル通信がつながった今、アメリの居場所はヒックスにも見つかる可能性がある。前にアメリが言っていたように、そこのプライベートルームで合流するんだ。プライベートルームで待機してくれ。サム、絶滅体なの。カイラル濃度急上昇。臨戦状態スタンバイ。武器と装備を準備してください。正体不明の脅威との接触に備えてください。